はいどうも、すくさんの岩野です。今回はお久しぶり、井上さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何のお話でしょうか？今日は業界特化のテーマしようと思ってまして、オンライン広告でフランチャイズの加盟をバンバン決めてしまう方法っていうのをお話ししたいと思ってます。加盟開発。はい。加盟店募集ですね。はい。ストックさんでもフランチャイズの本部の会社さんのご支援されてると思うんですけど、一般的にこう加盟店を獲得する処方ってなんかどういうのを思いつかれますか？多いので言うと、展示会とポータルめっちゃ多いですよね。ポータルとかですよね。フランチャイズ間口とか、うん、ちなみに僕らの特殊事情で言うと YouTube でポータルサイトみたいなのを作って、うんうんうん、それを見るお客さんはファンドが高いからめっちゃ加盟率が高くって成功しているみたいなのがうちのお得意地方みたいになってきてますよね。そうですよね、はい、それこそフランチャイズチャンネルか。そうですよね。あれとかもうまさに今ノリに乗ってると思うんですけど、はい、やっぱりこうフランチャイズチャンネルとかポータルサイトだったりだとか、うんうんうん、そういった手法が主になってるかと思うんですけれども、はい、意外とウェブ広告で加盟店を獲得するっていう本部さんってあんまりいらっしゃらないですね。っていうのは YouTube とかと違って原価がかかってくるので、うん、かけた広告費に対して加盟料だったりだとかロイヤリティを鑑みると、うん、ペイしない本部のお客様が多いんですけれども、はいはい、きっちりやり方を間違えなければウェブ広告でも加盟店を効率よく獲得できるっていうところを本日具体的な手法だったりとか他業界の事例も交えてお話しできればっていうふうに思ってます、うん、なるほどなるほど。フランチャイズではまだウェブ広告ガンガンこう出してるクライアントさん多くないんですけれども、うん、ちょっと違う業界から学びたいなと思ってまして、はい、不動産ってフランチャイズと結構近い部分があって何かっていうと初期投資が結構いるのと基本的にはかけたお金に対してそのリターンを求める行為であるっていう部分は似てるじゃないですか。確かに。で1点目のポイントで言うと結構大きな投資なので、うん、基本的にはウェブ上で意思決定は完結せずにだいたい説明会とか営業とかで決まりますよね。インターネットが出る前とかは雑誌だとかあとは不動産で言えばもう手当たり次第にこう声かけまくったりとかっていうような感じでとにかくリストを取って会って話すことさえできれば決まるっていうのが不動産だったと思うんですよね、うんはい、これはフランチャイズとかも一緒で基本的には説明会に来てくれたら何とかすることができるっていうのが今現状ではあるんですけど、うん、結局そこの対面 CPA みたいな部分が高くて見合わないっていうのが現状なんですけど、うんうん、不動産で東証不動産の広告ってこれまでずっと出てくることなかったんですけどリノシーが不動産をウェブ広告で売るってことに大成功してるんですよ、うんうんうん、めっちゃキャンペーンやるやつですよね。あ、そうそうそう。ミノシーが出てくるまでは投資用不動産をウェブ広告で売ることっていうのはここまでの規模でできてる会社っていうのはなかったんですよね。でも今あれだけ成功しているっていうのはある程度理にかなっている部分があるのであそこまでうまくいってるっていうのがあって、うんうんうん、我々もフランチャイズの本部の会社さんいくつかご支援させていただいてるんですが、はい、同様のミノシーのスキームとかを用いてご支援することでしっかりと ROI 合いながら加盟店開発することができているので今日はミノシーがどうやって成功しているのかっていうのをベースにお話をしてそれをフランチャイズに転用すればフランチャイズでもウェブ広告で効率的に加盟店募集を図れるというところをお話ししていければというふうに思ってます。僕が今パッと聞いてて気になってるで言うと、はい、そもそも従来の手法の中で申し込みの CPA が合わないのか、はい、ウェブ広告で獲得したユーザーの質が悪くて説明会後の CVR が悪いのかどの数値がどう改善されるのかって思いながら聞いておきます。了解しました。そこは本部のお客様も気になる部分だとは思うんですけど、うんうんうん、基本的には合うための CPA が合わないっていうのがほとんどです。ああ、そうなんですね。はい、大体もこれも不動産もフランチャイズも同じなんですけど、うん、合わせてくれたらしっかりと商品の魅力を伝えることができるから決めることができる。なので CPA 内であれば予算はいくらでも踏みたいんですっていうのがほとんどの不動産だったりフランチャイズの本部様のご意向です。なるほど。結局そこまで見合わないのはいろんな理由があるんですよね。例えば資料請求だけの座組になっていて LP に入ったらとりあえず資料請求をしてくださいっていうようなものになってるだとか、あとはリアルのセミナーをやってるんですけど働いている人のスケジュールに合わせずに10時から6時の枠しか平日がないとか、オンラインじゃないがゆえにその枠が早いところからいっぱいになって先々の部分しか空いてないようなスキームになってしまうとか、いろんな要因があるので逆になんかこうリノシーがどういうふうにして成功しているのかっていうのを一つ一つ紐解いていければなというふうに思ってます。まずリノシーの一番入り口の部分の広告なんですけど、はい、広告で何が新しかったかっていうと、うん、不動産投資をまず押してないんですね。ここが一番の大きな違いで、つまりそのフランチャイズで言うと加盟して儲かることができるよっていうようなことを押してるわけじゃないんですよ。で、何を押してるかっていうと節税っていうのを押してるんですよね。訴求をずらしてるんですよね。不動産投資って言われるとみんないろんな広告見てるし、うん、不動産投資がしたいわけじゃなくてその奥に何かしらの課題があるわけですよね。それが節税だったりプラスのキャッシュフローだったりするんですが、うん、不動産投資でその商品そのものを押しても
しょうがないので、その奥にある課題から指しに行ってるんですね、うんうん、なので不動産投資セミナーじゃなくて節税セミナーっていう形でやってるんですね、うん、広告のクリエイティブとかもこの税金なかったら車買えたのになだったりだとか、うん、そういうような訴求になってます、うん、なので表を見ただけでは不動産投資っていうのがわからないようなクリエイティブが今回ってるはずです、うん、商品自体押し出してもしょうがないんですよね、はい、ホワイトニングのフランチャイズがあったとして、うん、ホワイトニングのフランチャイズっていう風に押し出してもしょうがなくて、うん、その奥にあるユーザーの課題っていうのを特定をして、うんうん、そこに対して訴求をしないとまず入り口の LP に来るまでの効率っていうのは非常に悪くなります、うん、そこを履き違えて自分たちが言いたいこと、自分たちがやってることを押し出してしまうっていうのが事業会社としてのあるあるになってしまうので、そこはマーケターの専門家を入れて何が加盟する人の本質的な課題なのか、うんうん、解決することなのかっていうのをきちんと整理するところから始めるべきかなっていうふうに思ってますと。見逃しがちな鉄則ですね、はい、でこれはただただ広告の話なんですよね、うんうんうん、広告の後に大体のお客様はそのままウェブ上でセミナーへ誘致するとかっていうような形になっているんですが、これはいろんなやり方がありますし、ミノシーさんもいくつかのやり方試されているんですが、基本的には LINE を取ってユーザーリストを資産化するとより効率的に行える確率っていうのが高くなります、うんうん、せっかく LP に連れてきてもそこでユーザーリストを貯めていないともう二度とアプローチすることができないですし、ターゲットとしている層があのビジネス層であるがゆえに仕事中で一回離脱してしまうかもしれないですし、本当は興味があってその後 CRM でアプローチすれば反応が取れるはずなのに逃しっぱなしっていう形になってしまうこともあるので、うん、このようなその高単価系については LINE だったりメールだったりしっかりとこう顧客リストを取って継続的にアプローチしていくっていうのが必要かなというふうに思ってます。実際ですね、僕らが支援しているお客様の例でも一発目で決まるんじゃなくて CRM を重ねてその後制約するユーザーさんが2割程度いらっしゃったりとかっていうようなデータも出ているので、まず、まあ、LINE だったりメールだったりといったような顧客のリストを貯める仕組みを作るっていうのが非常に重要かなというふうに思ってます、うん、僕の仮説なんですけど、それうちも一緒だと思っていて、今日は僕らに問い合わせをいただけそうなお客様を LINE に登録していただいて、で僕らが LINE で配信をする中で A 社の担当者さんが最近ちょっと SEO 困ってるんだよなみたいな話が、登録時点ではその話出なかったかもだけど、登録して1ヶ月後に出た時に、あ、そういえばなんかこの間ストックさん登録して LINE で通知来てんなみたいな感じで早期取れるかみたいなところの勝負かなとは思ってたりしますっていう。そうですね、やっぱりこう、はい、タイミングもあると思うので、うんうん、ある時はそんなに意識してなかったけど、うんうん、ある時急に気になりだすっていうのもあると思うので、うん、今月刺さらないことも3ヶ月後には刺さるっていうのもやっぱりあると思うので、そこのリスト化っていうのはこうすごく重要な施策かなっていうふうに思ってます。フランチャイズチャンネルさんがうまくいってんのって、はい、認知獲得施策が CRM も兼ねてるみたいな感覚を持ってて、興味あるやつだけ見てたとしても接触自体はしてるで、はい、YouTube を更新し続けることが結局 LINE で配信してるのと一緒の役割みたいな感覚はあったりします。ストックさんも多分同じだと思うんですよ。そうですね、はい、いかにこう継続的にユーザーとこう接点持てるかっていうところが今の話の本質だと思うので、そこもできる仕組みを構築していきましょうという話ですが、やっていないクライアント様が多いというのが現状かなと思ってます。リストを取った後にその商品の有用性とかセミナー説明会あとはアポイントに誘導するために、そこに参加したらいかに有用な情報を得れるかっていうことをナーチャリングを施していくわけですが、リストを取ってるとそういうナーチャリングを施するっていうのもまず一つありますよね。あとは重要なのはその説明会だったりとかアポに参加したらユーザーがどういうメリットを享受できるのかっていうオファー提示があるかないかっていうのがすごく重要なんですね。ほとんどの会社さんっていうのはただただセミナーだったりの空いてる日時を送ってるだけなんですよね。じゃあリノシーさんは何やってるかっていうと、説明会みたいなものに参加すると天ギフがもらえるみたいなキャンペーンをやってるんですよね。これ見たことありますよね、はい、あれをなぜやってるかっていうと、会うことさえできればクロージングできる自信があるからやってるんですよね、うんうんうん、あの天ギフっていうのを巻いてでも得られるセミナーへのその申し込み率参加率の向上の方が、あの渡しているギフトよりも高い効果を出せるっていうのがあるのでやってるんですよね、うんうん、ああいうオファーがないとユーザー側にとっては参加するメリットっていうのがないので、あれはすごくこう現金的な思考ですが、じゃなくてももっとこう有用な情報っていうのは別に出せると思うんですよね、うん、例えばそのプログラミングスクールさんとかであればプログラミングを学ぶことどういう風になっていけるのかというそのロードマップ集みたいなのを無料で贈呈します、でも何でもいいんですけど、説明会だったりだとかアポイントに参加するユーザーの動機を作ってあげないといけないんですよね。それを入ってきたそのリスト元のその LINE だったりそのメールで歌ってあげる必要があるので、そこができてないお客さんというのが非常に多いので、このオファー提示っていうのもすごい重要なポイントにはなってくるかなと思います。オファーの有無って効果やばいっすよね。めちゃくちゃ変わると思いますっていうのと、まあ、リノシーさんかとは言わないですけど、アマギフプレゼントってちょっとずつ流行ってるじゃないですか。実
実際に条件見たらめっちゃきついみたいな。いやそうなんですよね。もらわれへんあれはあんまり良くないとは思うんで、まあまあまあこれはもう触れずにいきますけど、オファーが重要だっていうことですよね。そうですね、そうですね、はい、あれを見たら誰もが参加してしまうので、うん、あれがいいとは言わないです、うん、だいぶ誤認を招く表現ではあるので、ね、ただ本質的にユーザーに役立つオファーを作ることも全然可能なので、うん、ああいうのじゃなくてもオファー作りましょうというお話ですね。超大共感。あ、ごめんなさい、ちょっと脱線するんですけど、はい、SEO で僕アフィメディアやってたんですけど、はい、アフィリエイトのメディアって僕らのページに来てくれたユーザーがとにかく特定の商品の LP に飛ぶっていうところがまず重要なんですよね、うん、その LP に飛ばせるためのボタンの最適化って超大事で、そこにオファーじゃないんですけど何でもいいから理由をつけとくっていう手法があって、これなんか多分心理学で価値差効果みたいなやつがあって、要は理由は何でもいいけどもっともらしい理由つけてたらめちゃくちゃ行動変容が起こりやすいみたいなのがあるっぽくて、めちゃくちゃ聞きました。これなんか理由付けしてあげるっていうのが大事っていう補足でした。何でもいいですよね、多分心理学的に言うと、ただただこう提示するだけではなくて、あなたがこう参加するべき理由っていうのをちゃんとつけることで参加率全然変わってきますし、オファーつけるつけないでセミナーへのこう申し込みってやっぱり3倍4倍変わったりすることがザラにあるので、ただただ気に入ってを提示しているクライアント様とかはぜひ試していただきたい手法かなと思ってます、うん、できてないとこ確かにめっちゃいそうですね。めちゃくちゃ多いです。ここまで言っても商品だけを押し出してしまうっていうところもあるそうですし、ユーザーリスト取ってない、オファーを提示してない、これをやるだけでも全部掛け合わせると4倍5倍変わってきたりするっていうのが実情です。で、申し込みまで取れたとするじゃないですか。で、申し込みまで取れた後の実際のセミナーへの参加っていうのはだいたい 20-30% ぐらい漏れます。漏れるんですけど、リノシーさんとか実際登録したら分かるんですけど、前日とかにちゃんと電話来たりするんですよね、うんうん、で当日にも電話来ます、はい、僕らも同じような施策を他のクライアント様でやったんですけど、すごい改善します。やっぱりそのユーザーさんの中にはその2週間前に予約する方もいれば、はい、1週間前に予約する方もいるので、うんうん、忘れてしまってたりとか、うん、あとは直接話をすることでブッチしたら悪いなとかってやっぱり人間なので思うんですよね、うん、なので朝だったりとか前日とかに丁寧にお電話差し上げることで参加率を引き上げることができるので、そういったこう地道な作業っていうのも軽視しがちだけど重要な部分ですね、うんうん、一番まあやった方がいいなっていうふうに思うのは、リアルの対面セミナーである必要っていうのは全くないので、うん、ウェビナーを導入するべきかなっていうふうに思ってます。ウェビナーを導入することでユーザー様の都合に合わせて情報を享受することができるので、うん、働いてる人が多い中で月曜から金曜の10時から6時のセミナーを提示しても参加してくれる率っていうのは上がらないわけですよね、うん、リアルではなくてそのウェビナーにすることでユーザーが自分の都合のいい時間に視聴することができるので一気にこう参加率が上がります、うん、でそこの説明会動画でしっかりしたウェビナーを実施することができれば、その後の本商談への誘導っていうのもやりやすくなるので、うん、いきなり対面で会おうとするんじゃなくて、まずはウェビナーで商品の優勢を理解いただいて、うん、そうすればその後の本商談リアルの対面の場にも来てくれる率っていうのが上がるので、いきなり熱を上げるのではなくて、うん、まずはユーザーの都合に合わせてしっかりとこう熱を上げるウェビナーっていうのを見ていただいて、でその後の本商談に行くっていうのが一番戦意が高くなる手法かなっていうふうに思ってます。なのでこうワンステップでやるんじゃなくてツーステップでやるっていうことですね、うんうんうん、ウェビナーの内容とかって重要だったりしないですか？ウェビナーの内容も重要です。 それ熱が上がんなかったら結構離脱しそうな感覚があるんですけど、それは合ってます？それは合ってます、それは合ってます、うん、なのでその中の設計も重要なんですけど、うん、セミナー自体はうまくやれている会社さんが多いです。ただもちろん注意しなくちゃいけないこととしては、自分たちの商品だったりだとかメリットっていうのを押し付けすぎずにユーザーの課題に沿ってやるべきではあるんですけど、うん、基本的にはまあその来てくれたら効率よく決まるお客様がほとんどなので、うん、セミナーの内容自体はできているところが多いです。ただそこに来ないんですよね。あのリアルだし、うん、時間限られてるしっていう、うんうんうん、なのでそうではないで時間限られてるし都合をつけようとするとすごい先の日程になってしまうっていうのがやっぱりあるので、そうではなくてユーザーの広告を見てクリックして LP に入って LINE の中に入った後に熱が冷めないうちに予約してもらってすぐ見てもらわなくちゃいけないので、うんうんうん、ここがやっぱスピード勝負なんですよね、うん、なのでここのユーザーへのファーストコンタクトっていうのをリアルではなくてオンライン上で行うことでより効率的に2ステップにすることで落ちるユーザーがまあ少なくなるっていうようなことですね、うんうんうん、例えば LINE 友達登録しました、動画で録画ウェビナーみたいなのを最初に送っちゃうみたいなのってありなんですか？それはありですね。ありなんですね。ただそこで得られる情報と説明会で得られる情報の違いっていうのをこうちゃんと出す必要があって、うんうん、ここでは説明をすることを目的とするのではなくてモチベーションを上げることを目的とするんですよね、うん、セミナーに参加することので詳しいことは説明会でじゃないですけど、うん、ここに行くためのクッションとして利用するようなイメージですね。チラ見せするですね、チラ見せみたいな感じですね。この動画でインサイドセールスの役割を担っているようなものですね、うん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 、ザモデルってあると思いますけど、はい、リード取ってインサイドセールス、フィールド
セールスってあると思いますが、インサイドセールスって人間である必要があるのかどうかっていうのがやっぱりあって、適切に LINE っていうコミュニケーションツールの中でアプローチできるのであれば動画でいいよねっていう話があるので、インサイドセールスの役割をまあ動画になっていただいて、でその後のフィールドセールスできちんとお客様に説明をして意思決定いただくっていうのが効率のいい事例かなっていうふうに思ってます。それ自体はストックさんでもできそうな気がしますよね。資料をダウンロードしてくれたお客さんに対して、そこから LINE の動線引っ張っといて、 LINE に登録していただいたら資料の URL プラスストックさんでここでみたいなのをやるといいかもしれないなっていうふうに思っちゃいました。そうですね、ただただダウンロードした元となっているパートナーさんのメールアドレスが書いてあるだけじゃなくて、そういう動画があるとエンゲージメントにつながるかなっていうふうに思います。できてない例で言うと、自分たちの商品を押し出してリストを取っていなくて、オファー設計をしていなくて、かつそのままリアルのセミナーしか用意してないっていうことができていない、まあ4つのあるあるなんですが、それに対して今申し上げた自分たちのその商品のメリットではなくて課題を押し出すというところと、リストを取る、しっかりと説明会に参加する、オファー設計をする、いきなり対面のセミナーだったり説明会に誘致するのではなくて、ワンクッション挟んで2ステップでユーザーの熱を徐々に上げる、この4つをしっかりとやりきることで、実際の加盟を決めるための単価っていうのも2倍3倍違ってきている事例も出てきているので、4つそれぞれ 1.2 倍ずつ成果を改善するだけでもそういうような改善幅が生まれるので、今日は不動産の事例を話しましたが、フランチャイズでも改善事例出てきているので、高価格帯であってユーザー様の大きな意思決定に関わるというところでは共通しているので、フランチャイズで加盟店をいかに効率よく獲得するかというところを考えられている本部様に関しては、今の手法ぜひご検討いただければなというふうに思ってます。めちゃくちゃ説得性高いなと思ってて、ちょくちょく僕ストックさんでもみたいな話したと思うんですけど、結局一緒じゃないですか。そうなんですよ、 B2B も高い投資なのですごい共通してると思います。一個一個 1.2 倍ずつみたいな感じで話すとイメージがなんとなくつく方も多くなったんじゃないかなって僕は思います。一個一個を2倍にするのはやっぱり難しいんです。ただフローが長いので、そのフローの中の KPI をそれぞれ 1.2 倍にするっていうのは現実味あると思うんですよね。でそれが全部掛け合わさると2倍3倍の効率になるっていうのは事例でも出てますし、イメージもしやすいと思うので。なるほど、いい話でした。ただまあこれを1個だけであればまだしも、4つ全部それぞれ 1.2 倍にするために同時に取り組むって難しいと思うので、そこに対して僕ら支援もしているので、それぞれ固定費とかコンサル費だけではなくて、まるっと成果報酬できれたりもするんですね。要は広告とか LINE 作ったりとか、LP 作ったりとかで、営業も僕らの方で巻き取ってできるので、なのでまあ商品の説明だけちゃんとしていただいて、こちらで動線全部作って、広告打って営業決めて、で成果報酬でまあ加盟金の何割みたいなリスクのない形で実装することもできますし、そうじゃなくてまあコンサルでお願いしたいっていうお答えの仕方もできるので、僕ら着実にこう実績も溜まってきてますし、実際にフランチャイズのお客様で大きく伸びているところもありますので、ぜひお力添えできればなっていうふうに思ってます。あえて僕から質問なんですけど、なんか前提条件とかあったりします？成果報酬制でやるにあたって、例えばセミナーのところはしっかり構築されてるみたいなとか。そうですね、商品の良さを一番語れるのはお客様だと思うんですよ。でそこは僕らクロージングの営業部隊もいるので、営業も語ることはできるんですけど、説明会だったりとか、ウェビナーの資料の作成だったりだとか、実際にこう話していただく、そういった部分に関してはお客様の方でやっていただく必要があるので、そこを品質高く取り組めるお客様っていうのが大前提になってくるかなっていうふうには思います。なるほどです。マーケティングの部分はこっちでやりますせっていう住み分けといいますか、あくまで商品をいかに良くするかであったりだとか、商品の良さをきっちりと伝える部分っていうところに関しては、お客様の方で責任を持っていただくような分担がいいかなと思ってます。なるほどです。じゃあそしたら今2パターンでご依頼方法をいただけるっていう話なので、その旨添えていただいた上で、井上指名でお問い合わせフォームよりお問い合わせいただければなというところですかね。はい、ではお待ちしてます。お待ちしております、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。